指揮官。指揮官殿、すみません、いらしたことに気づかず失礼しました。私にとってここは夢の終わりです。そして今、花と光が新たな記憶をくれました。あなたがここにいると、いつも時がこの瞬間で止まればいいと思うのです。気になる人がここにいる、この瞬間に。たとえ皆を導く光になれないとしても、私は闇の本質を突き止めるという使命を誇りに思っています。
この剣に誓って粛清開始です。みんなを守る、やってみせる。実貫け。敵の隙を作ります。私は真防御できるとでも思っている。私敵の隙を作ります。この剣に誓って残念を抵抗。さあ終焉の光を与えましょう。悪夢の終わりをここに宣告します。みんなを守る光明の結晶よ、私たちに光を与え生まれ変わらせてください。貫け超大の槍。防御できるとでも思っている。私も貫け。抵抗残念。さあ終焉の光を与えましょう。埋葬します。制裁を課します。悪夢の終わりをここに宣告します。絶対に抵抗。さあ終焉の光を与えましょう。悪夢の終わりをここに宣告します。咲き誇る花がいつか雪原を覆います。チームワークですか。お任せください。与えましょう。制裁を課します。埋葬します。埋葬します。
悪夢の終わりをここに宣告します。すぐ、絶対に許しません。さあ、終焉の光を与えましょう。制裁を科します。悪夢の終わりをここに宣告します。私にとってここは夢の終わりです。そして今、花と光が新たな記憶をくれました。あなたがここにいると、いつも時がこの瞬間で止まればいいと思うのです。気になる人がここにいる、この瞬間に。たとえ皆を導く光になれないとしても、私は闇の本質を突き止めるという使命を誇りに思っています。もっと早くにあなたと出会っていたら。あ、すみません、みっともないところを。今の失言は忘れてください。この弱さをあなた以外の人に知られたくないのです。信仰が前へ進む活力となっても、旅の終着点の場所、それを決めるのは己が心のみです。私の出した答えは今この目に映っているのですが、わかりますか？私にとってここは夢の終わりです。そして今、花と光が新たな記憶をくれました。あなたがここにいると、いつも時がこの瞬間で止まればいいと思うのです。気になる人がここにいる、この瞬間に。あなたがいない間に残留データの夢を見ましたが、結末が少し変わりました。しかし、変わらないのは、毎回あなたと会えることです。もうこれは夢ではなく、私の願いになったかもしれません。指揮官殿にはどんなプレゼントが？あ、いえ、何でもありません。プレゼントについて考えていただきで、あなたの好きそうなものを考えるのは意外と楽しいです。あ、こんなやり方で注意を引くなんて子供っぽすぎますよ、指揮官殿。
指揮官。指揮官殿、すみません、いらしたことに気づかず失礼しました。今日はもう十分です。どうか休憩を。助言です。しかし必要なら命令しますよ。未知の環境では一瞬気を抜いただけで致命的な結果を招いてしまうのです。まあ説教はもううんざりですよね。少しだけならサボってもいいですよ。内緒にしてあげますから。危ない、指揮官殿、早くこちらに。どのくらい待っていたのかって、私は気にしていませんよ。指揮官殿は必ず帰ってくると信じていましたから。